コワルスキーは来日して最初の試合で早くも病院送り専門といわれるラフファイトを見せつけた。ワールドリーグ初日のセミファイナル、火の玉小僧吉村道明との45分3本勝負である。1本目、こちらも序盤は甲をつつけがたい好ファイトを見せた。だが次第にコワルスキーが本領を発揮し始める。距離からのニードロックが吉村の喉に突き刺さった。1本目を先制したコワルスキーは2本目も執拗に吉村を攻める。危ないところでロープに救われた吉村が捨て身の反撃を見せる。首投げから得意のドロップキック、多彩な技を繰り出した吉村が2本目を取った。3本目、コワルスキーがついに冷酷ファイトの本性をむき出しにした。
レフェリーオキシキナの再三の警告にもかかわらず反則の手を緩めないコワルスキが、コワルスキーはグロッキーの吉村をどこまでも追い詰め、この試合を通路から見ていた力道山は初めて見るコワルスキーの戦いぶりに言いようのない脅威を感じていた。